水の遊園か。水の遊園か。水の遊園ね。いやー、今になって水の遊園を引く人ってあんまり、いや、いないこともないと思うんだけど、ラミエルのためにね。でもわざわざ引く人いないよね、多分。ねえ、下髭さん。うん。ねえ。うん。引く人いないよね。いないいない。うん、そうなんだよ。ディスコートで、基本的にはディスコートで繋がってるんで。うん。まあ、下髭さんなんですけども。いや、ただまあ、ラミエルのために引く人はいるんですよ。水の遊園。で、ギコちゃんが引く理由なんてぶっちゃけ、ないんですよ。見るよ、ラミエル。いくよ。ちょ、マジで、いや、すべてで。ラック順するじゃん。90なんですよ。ってことは、引く意味あるんですよ。ないと思ったんですけど、ありますね。うん。なので、引いていきたいと思います。で、今回からの水の遊園は、超水の遊園みたいなもんだよ。言ってしまえば。うん。なんでかっていうと、これバナーの右上見てほしいんですけど、星5以上のキャラの出現確率が 12% だから、これからは普通なんだけど、今までじゃ普通じゃなかった超獣神祭の出現確率と同等になったという認識ですね。うん、つまりそういうことだから、そういうことなんだよ。うん、ギコちゃんは今回はもちろんエンジェリーディーバも狙いつつラミエルを2体当てることを目標として100連引いていきたいと思います。暗くなってしまった世の中にザッと綺麗な水を流してね、あの汚いウイルスを消し去ってやりたいね、本当はね。そう、緊急事態宣言が明日にも発令されるってことなので、皆さん、人にはね、まあ学校によってはもうね、登校してる方もいらっしゃると思うんですけど、どうせまた休校になるだろうから、うん、ちゃんとマスクしてね、お父さんお母さんにさ、もうマスク作ってもらうしかない。もう布マスクでもいいから作って、必ずマスクして勉強するんだぞ。分かったな。勉強だけはするんだよ。家でもするんだよ。分かった。保健体育なら任しとけ。よし。ということで、水の遊園引いていく。待って、そっか、10連目は 24% ドレンティ4キーファーサザーランドいきます。ありがとうございます。これ1回目が激アツプンプン丸だよね。ここで爆死するっていうのはよっぽど運が悪いよ。うん、ないと思う。まず上のターンで1個出ないよね。 24%、 よし、うん、なんか実感が湧かないよね、出雲。なんか実感湧かないんだよな。なんだろう。おお、確定。 12% の方で確定が出ちゃったよ。エロいなー。ストライク確定ショック。ゴンちゃんの下で噛んでる。めちゃくちゃ噛んでる。ウォーラクウィアー。うん、小五郎エンテリディーバ来い。懐かしのナポレオンさんじゃないですか。いらぬ存ぜぬマンジー。普通のやつ。普通のやつだけど 12% 舐めるなよ。超獣神祭と同じだぜ。よし、アテナとクジラ。クジラ、もうアテナね、ありがとう。ラミエル出てくんないかな。確定でラミエル出せなかった時点で俺のガチャの腕は低いということが確定してるからね。今日はね、デイリーで変わるんで、デイリークエストなんで、これ。あ、よし。これだ、これ。ね。そっくりでしょ。よし。あと、これ含めたら、60連できるからね。ラミエル2体ちょうだい。12% 思い切ったよね、マジでね。今ちょうどさ、みんなお家にさいる。ちょっとね、ゴンちゃん撫でながらやってるから、ごめんね。こうなってるの、ゴンちゃん撫でてる。許して。ちょうどみんなお家にいる時期だからさ、開けやすくしてくれるのはすごくいい紙調整だと。思うんだよね。ゴンちゃん、ちょっと待って。
おお、ロミオ久しぶり見たな。あと50連いい勝負ができると俺は踏んでいる。セイ、おっちゃん足元でガブガブ噛んでる。木を、椅子を噛んでいる。しょうがない、歯がかゆいんだろうね。なんだっけ君は。トルマリンじゃなくてアクアマリオ、ラファエル、アクアマリンだね。ラファエル懐かしいな。ラファエル、うん、実装当初めちゃくちゃ可愛かったってね。今でも可愛いかもしんないけど人気あったよね。おいたをする子はどこかしら、ストライクショットね。エヴァンゲリオンっていうストライクショットなんですけども、あれも衝撃的でしたね。全員からビュー出てね、ビューっつってクロスレーザーみたいな。パック、これも逸話がありますよね。なんだっけ、あの投票制のやつだよね。人気キャラクターの投票ガチャみたいなのあって、パックが選ばれちゃったんだよね。あの悪意のある投票によって。パックなんて使うとこないから、これほとんど無理やり使うとこしかないから。これ見れないの、これだと。そうなんだ、バキバキしすぎじゃない。ちょっと指に刺さるから痛いんだよね。ラミエルちょうだい、ラミエルちょうだい、ちょうだい。おー、ラミエルだ、マジかよ。あと1体で運極や。あ、待って、実質も運極じゃないのこれ。 OK 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 あらやっと K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  ね、しもひげさん。あ、うん、そう、そういうことだからストライクショット、あーちょっとラミエルさんアサインして、またパックかい、またパックかい。そんな出ないでしょパック、クッパー、やめて本当に。あと10連ラス10でラミエルを当てていいエンディング、カモン。ラミエルカモン。あ、モンストアクセル、いい、いいと思う。アクセルちゃんもいいと俺は思ってる。ぶっちゃけもういいよ、わかった。あ、待って、シングル3回引いてね、シングル3回引いたら星玉やっちゃおうぜ、うん、これはもうどうせ外れだから。ここら辺は 12% なんて引けっこないから、10回に1回当たるか当たらないかの話無理。はい、カラステングね。天狗天狗天狗のマークの天狗寿司、天狗天狗天狗のマークの天狗寿司。かっぱ寿司って最近どうなんだろう。なんか一時期食べ放題やってたけど、なんか中止したみたいな話聞いたような気がするな。お前が当たっちゃダメ。アイリス大山さんね、あと2回なんだからちょうど0個になっちゃうじゃん。シュッピー、もう出るなよ、わかったな。出ないよね、そうだよね。オッケー、カモン。星45、よしよしよし、豚さん豚さん、これでホッシーだから、これで当てる。ラミエル目パチパチしない、プチュン、左2回、おい、左左左、来た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 。ラミエルだったら激アツプンプン丸、来い。天草白ね、いたなそんなやつ。ちょっと待って、あ、いるわ。あー、ラック254しかないから、まあ、うん、当たってもよかったのか。249から254になったってことだもんね。まあいいか、うん、混ぜよう。もうラミエル、俺はな、お前を吸収するよ。うん、あんま使わないお前の方だ。で、返却の方はそっちにして OK、うん、OK。 今回の超水の有名、結果的にラミエル運極。センキューベリーマッチ。
いや、ありがとうございます。これの運極でかいよね。普通にでかいと思う。俺今後使うとこがさらに増えてきたら最強の運枠ですね。あのその属性限定こそ最強だと思うからね。はい、そんなわけで今回は超水の遊園を引いてきたわけなんですけども、爆死はわりかし少なくなってきたね。うん、だから俺の唯一のまああのなんていうの、モチベーションじゃねえや、持ち駒である特技である変顔があんまりできなくなってきちゃったね。ってことはそれはつまり、チャンネル登録ありがとう。それはつまり誰でもいいね。